おはようございます。画家の小木曽です。今日も屋外から始めお届けしています。今日は高千穂の方の、景色を風景をお届けしようと思います。油絵の具ですね、油絵の具でこう言い混じっているような構図というかですね、そして、向こうから光が差しているような感じの作品です。小さなそんな大きな作品ではないです。6号ぐらいの作品となっておりますので、ぜひ楽しんでみてみてください。素敵な鳥のさえずり、ありがとうございました。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。もうインプリマトゥーラっていう段階までしてあります。すみません、この段階まで見たい方は、いろんな動画ありますので見ていただけると思います。で、天岩戸という高千穂というところにある神社のところにあるちょっとこう水ですね、なんていうの、川っていうのかな、を書いてみました。やっぱ九州の感じがするんじゃないでしょうかね。で、ちょっともういきなりこう書いていきます。一回こう下地を濡らしてから書いていきます。まあ、なんか私の動画を見て責任を取るという言葉が非常に皆さんに響いたみたいで、そうなんですよね、適当じゃダメなんですよね、何でもね。だからそこがアマチュアとプロの違いなんちゃうかなとか思ったりとか、なんか完成させるってどういうことですかみたいなことをよく聞かれたりしてたんで、なんかええ言葉ないかなと思ってた時に自分自身はこうだと言い切れて、もうこれ以上今の実力の中ではできませんということになったら、一応完成なんちゃうかな、責任を取ったということなんちゃうかなということで、そんな言葉を使わせてもらうようになったんですけども、なんか美術の言葉ってものすごい曖昧なんでね、曖昧じゃないですか。なんかね、こんな感じで描きたいとか、なんか雰囲気でみたいな。でもなるべくそれを明確にしていってあげる、まあ僕みたいな、まあどっちかちょっと具象絵画の写実的な絵に関しては、やっぱりそこのとこの言葉を明確にしていくということが大事なんちゃうかなと思ったり、まあなんか長いこと先生と呼ばれるような職業についていましたので聞かれたことになるべく頑張って答えようと努力をしてきた結果、そういう責任を取るであるとかという言葉になっていったわけですね。で、今回はちょっとどっちかというとこう全部が自然物なので、ちょっと絵肌みたいなのを豊かにこうしていきながら、一番今日はですね、筆の先をうまく使ってで描いていくということで、なんか来ました、お兄ちゃん。はい、お兄ちゃん、じゃあお兄ちゃんもおしゃべりして、はい、じゃあ YouTube の歌でも歌って、はい、邪魔しに来ましたけども、お仕事の邪魔を。お父さんここに向かって喋ってんねんで、今これをこう風景から、こんにちは、はこんにちは、こんにちは、はい、今日はスペシャルゲストの、DJ 恐竜さんでございますね。で、これほら見て、筆先にね、絵の具ちょんとつけてね、この筆先もちゃんと見てよ、これ。いう風にこうやっていってるんですけども、ここすごく大事なとこなんですよ。お、始まりました。日本で登録者を1、2を争う、ヒカキンさん、著作権的に大丈夫でしょうか？あなたが歌うことによって大丈夫でしょうか？ね。手先でこう、これ見て、水をね、こう今日むちゃくちゃな方、はい、日曜日です。こう筆先をですね、皆さん邪魔されていますけども、気にせず見てください。ちょん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 という風に撮ってますね。ブンブン。ハロー YouTube。ね、毛先に絵の具をつけてて、まあ、苔みたいな、水みたいな感じの、なんかで、はい。はい、行きました。すみません。グミで釣ってくれました。はい、さようなら。グミを、毛先でね、ほら、毛先で、なんかこう、まあ、一点一点、点点点っていう風に書いていってもいいんですけど、まあ、いいですよ。ね、今日はもう、今日はスペシャルデーで、スペシャル飛び入りゲストがやってまいりました。ね、毛先でキキキキキキって書いていってます。で、明るいとこ書いていくんですよ。明るいとこ中心に。で、ちょっとこれは豚毛の筆で、ありがとうございます。今、グミをいただきました。くちゃくちゃくちゃ。で、抱っこしろということで、ね、じゃあ歌歌ってください、どうぞ。違う歌歌ってください。ポンポン、ほら見て、これ毛先でビョンジ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 ョン、わかりますか？2人でグミを食べました。毛先に白い、これ生の白に近いこれスタンドオイルと白をシルバーとチタニウムホワイトを混ぜ合わせているんですよね。これ実際のスピードです。早送りじゃないです。てん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 。たまたまこう偶然的にできたような感じもありますけど、なるべく必然的に絵の具を置いていくということをしていってます。ちゃん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 ということでですね、
まあ、パソコンの方に行きました。はい、はい、なんかね、あ、それを見ちゃダメよ、すみません。あ、炭酸水を振りましたね、ひどいことしてます。はい、ありがとうございました。あ、気の抜けた炭酸水を今いただきました。今のちょっとね、ある芸人さんの真似、こういうとこはね、ちょっと大きめになんか岩の上の苔とか、そしてちょっとハイライトをちまちま書いていってるとこもお見せしていっておきますね。ちま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 書きながら、向こうから光が差し込んでいるような雰囲気みたいなのが出てきたんじゃないですか。まあ暗い闇の中からブーっとこう浮かび上がってくるような雰囲気を、今扉を閉めまして小声で喋りたいと思います。奴の邪魔が入ることも多々ございます。そんな動画でございます、私の YouTube はですね。皆さん、そんなアクシデントも楽しんでいただけると助かります。ほら、ちょっとねダメになった筆とかもこういう風に再利用してあげるというか、あ、毛先ビャッとしてギャッとしてバンってしてチャチャチャっていうね、何言うたか分かりました。でそういうのもできますんで、ぜひぜひちょっとこう赤いようになった前に、あ、そういう動画も上げてます。筆をねもう再利用してみましょう的な動画も上げてますので、そういうのも参考にされてもいいかもしれませんよね。やっぱりですね、まあこういうのも責任ですね。この筆なんかね、まだ使えるんちゃうか、まあ道具に対してもやっぱ責任を取るということでしょうか。でこれで一日一発書き、ちょっと右の方光ってしまってますけど、一発書きね、End of the first day ということですね。そしてちょっと青っぽい画面になってしまいましたが、これはコバルトグリーンみたいなターコイズブルー的なのを、ちょっと白、全体が暗くなりすぎたなという印象があったのと、ちょっと涼やかななんか雰囲気というのをまず出しておこうかなと。2層目3層目以降、これ2層目ですけども、3層目以降とか少しちょっとこう秋口に入ってくるような、あ、ちょっとこう黄色みがかった暖色系にしようかなと思ったんで、2層目はどっちかというと寒色、冷たい色みたいなので、行きました。でまた明るいとこビューって絵の具を塗りましたね。え、こういうところ面白いですね。光が差し込んでるような雰囲気にして、そして絵の具をぐさ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 、ねえ、明るいとこちょっとこう拭き取ってみたりとかして、それで下の絵の具もちゃんと透けて指ですり込んで、ぶわーっと向こうからね、天孫降臨の地でございます。高千穂っていうとこはなかなかこう皆さん行きにくいんじゃないかな。熊本空港から行った方がもしかして早いんかもしらんな。どうなんや、熊本空港からでも1時間半ぐらいかかるんちゃうかなと思うんですけど、宮崎空港からのは相当遠い気がするんですよね。まあ行かれる方ぜひ行ってみて、もうこんなところからねライブ配信なんかしてみたいもんですよね。でちょっとこう青みがかってます画面、すみません、ちょっとこう動画のあれが、でちょっと白っぽいこう太めみたいな絵の具を少しすり込んでおいてですね、ちょっと全体がまだ暗すぎるなぁ思ったん でそこからちょっとこう暗いところとかをグレーズ的な感じで描き込んでいってます。たまにこのやっぱスマホで撮ると青っぽく映ることあるんですよね。これなんでかはよくわかりませんけども、ちょっと暗いとことかを描写しながら進めていきます。まあ、また色は通常の色にもうすぐ戻りますので、ちょっとお待ちください。で暗いところ、ちょっと白っぽい色を塗った後にこう暗いの、まあ描いていくという感じです。これ伝統的な方法なんですけどね、伝統的な方法でもありますんで、そんなに難しいことじゃないんですけども、やっぱ初めて見る人とかはね、わーっと思うんですけど、こうやってこう描き方見ていくと、やっぱ美術館行った時見え方変わってきません？皆さんどうですか？だいぶ変わったっていう人いるんじゃないですか？なんかこうね、で首かしげて絵を見るだけじゃなくて、ちょっとこう、あ、これは歴史的にはこういう、時代的にはこういうとかね、あ、この辺が色近いかもしれないです。やっぱ毛先にほつけてちゃんちゃんちゃん、さどやさどやっていうことで、向こうにの方から光が差し込んでるところ、心に光に葉っぱが当たって、キラッと光っとる感じみたいなのを描いていってるわけですね。いかがですかね。枝なんかは残しながらも、たまには葉っぱが上から入ってきたり、そしてまた枝を描いていく。枝なんかもギューっと描いてしまうんじゃなくて、隙間隙間に見えてるちょんちょんちょんって描いていく。わー、細かいことしてはる、またおじさんは気持ち悪いわーって感じですか。どうですかね、え、どうなんでしょうか。ちょん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 と書いていくという感じでもね、こういう感じで、密度が少しずつ上がっていくっていうの面白いでしょう。構造を作っていきながら、やっぱりこうね、人間の手でやるって面白いですよね。こういう細い線一つでも、筆の毛先を一つでも人間の手でやる偶然性みたいなのもと必然性みたいなのもが入り混じってきて、複雑になって自然になっていくということがね、どうなんですか。こういう面白いですよね。
まあ皆さんお仕事とかね、お疲れの夕方夜とかにね、だらだらこの私の動画を見ていただければなと思いますね。たまにああいう風に邪魔があいつが入ってきたりもしますけどもね、あいつのためにまたね、またなんかクワガタ取りもいかんといかんなと思いながら、もう毛先、本当に毛先にこれ絵の具ちゃんとつけて、それでタンタンチャンチャンと言って、要はこう水平線に近いような、奥の方は水平線に近い、手前の方はブワブワブワと、こう なんて言うんですか、なってくる感じは、また擬音使いはったなって感じですね。こういうところがもう言葉ボキャブラリーの乏しさというのを表してしまっているわけですね。ねえ、やっぱボキャブラリーっていうのはやっぱ必要ですね。で、明るいとこのハイライトを描いていっております。ちょんちゃ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 ん、これがまた乾いてから、最後4層目5層目ぐらいで、最後密度を上げていくわけなんですけども、なかなかまあ、あの絵の具の偶然性も生かしつつも、ちゃんと必然的に、そして絵の具の、まあ、チエルみたいなものも使いつつもみたいな感じで描いていけた作品なんじゃないかなというふうに思いますよ。絵の具をこういうところね、置き方一つでもザラッと置いてみる、かすらせてみるとか、厚くボテッと置いてみる、いろんなバリエーションを使っていってるわけですね。そういうのこうバリエーションを使い分けていけるとすごくこう豊かになっていくんじゃないかなと思いますしね。こういうところね、地に近いって言ってますね。こういうところね、どうなんですか皆さん。面白いですよ。意外とこんな仕事ネチネチしていても面白い。よくこんな細かいことしたくありませんわーとかって言うかもしれないですけどね。なんかこう、もう慣れてきてるというかですね。もう長いこと、まあ慣れは良くないとか言うてるくせによう言いますわねって感じですけども。やっぱね、もうずーっとこう仕事続けてきたから。で、これ溶き油としてやっぱテレピンとポピーオイルを1対1ぐらい。で、まあ私個人的にはもうなんか古くなってる3日目とか2日目とかよりは、やっぱ出したばっかりしっかりの時の方がこういう細かい描写には溶き油自体適していますし、よくこうあの混ぜてください。こういう混色してこれを乗せるんやっていうのをよくこうまあそういう溶き油みたいなので混ぜてください。これはですね、もう縦にしてます。画面をですね、縦にしてます。写真も縦になってるの分かりますか。で、こう、水のこの隙間のとこ、ちょっと暗い色で描いて、その後に明るいので、てんてんてんって描いていってるんですよ。ね、これが大体こう、引きで見た状態で、もう少し経つと、アップにして見せますので、あ、こう、アップに見せますよね。こんな、あ、何かやってはるわ、ちまちまちま、アリンコ描いてはんのか、みたいな感じですよね。ちょっと首斜めにしながら見てください。ね、いい運動になるんじゃないですか。ね、小木曽誠 YouTube ラジオ体操第1、首を横にしながら見てみると水の流れに見えてくる、じゃんじゃんじゃじゃん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 、何を言うてはんやって感じですね。もう40も後半になってきたのにね、楽しそうにおじさんやってますよね。まあそうじゃないとね、楽しくないですもんね。やっぱ楽しく生きていくということは大事なことですよね。で、ちょっとこう、隙間隙間にブルーグレーみたいな色を置いて、まだ最終的には、ハイライトを生の白に近いのも置いて、なんかこう、この中でもすごい光ってる色とかがあるんですね。そういうのよく観察してあげないといけませんよね。ということで、ネチ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 描きながら、最終的な段階、またこう、絵の具が乾いた後に、ガリッと密度、これまだ立てた状態ですよ。首を斜めにして、画面を見てみてくださいということでございます。ネチ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 描いていきながら、こういうところに光が当たって、岩があって、水がこうなってこうなってこうなって、そして生の白、ちゃっちゃ水しぶきが上がっている表情を描いてあげてください。ちょん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 、ピャッピャッピャッタッタってね、何言ってはんねんって感じ。ほんと毛先に絵の具がちょっとついてるでしょ。で、そういう感じで、そして、これまた完全に乾いた後の最終段階のところでございます。で、これ一回全面画面また濡らして、完全に乾いた後濡らして、よりハイライト的なところをこういう風に描いていきながら、ちゃん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 、光が向こうから差し込んできているという表情を描いていこうと思ってます。向こうから光が差し込んでいるところですね。そういうところを描いていってます。こうやって見るとですね、本当にこう、ちょっとずつこう、密度が上がりつつあって、まあちょっとグレーズをしてあるので、また複雑になってて、また不透明の絵の具塗って、だからこう、グレーズがすごい重なっているところもあれば、そうでないところもあったり、不透明でベタッと塗って、下の絵の具を覆い尽くすようなところもあってというね、こういうのです。それでこう、見て、ちゃん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 、この辺に枯葉が落ちてはる、枯葉が落ちてる、ちゃんちゃんちゃん、うわー、
怖いわ、気持ち悪いわ、なんでこんな書いてはんねんって感じですよね。ねち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 、ちょん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 、ねちねちね、こういう葉っぱも一本一本書いていってます。密度が少しずつ上がってきて、ほんの少しずつ上がっていく。ねてんてんて、これ枯葉が落ちているんですよということを思いながらですね、この辺はこういう風に形になって、その上に、枯葉が落ちていたりとか、下の土と相まってこうなっているんだとかっていうのが、少しずつ少しずつ密度を持って見えてきたんじゃないかなという風に思います。最後は点描とかも使いながらですね、よりこう複雑に複雑に、そしてこういうとこの岩のとこから光が差して水が流れてきているんだとかですね、こういうとこにちょっとこう絵の具のグレートも置いたり、そして最終的にはこのチョンチョンと、もうほんとかすらすように、かすらすように絵の具を毛先につけたのをかすらすように描いていく。ねえ、これでどうですか。かすらすように書いていきながら密度を最終的には上げていきました。もうハイライトのところですね、水がこうわーっとなっているところ、溜まっているところみたいなのを描き込んで、最終的にこういうところにもちょん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 、まだこの白の上にまた白を乗せるというこうですね、ことをして、最後完成といたしました。最後ねち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 、面白かったですか、どうですか。まあ、自然物ですけどね、その中でもやっぱり筆のこうさばき方のバリエーションみたいなのはある程度あるの分かりますかね。そういうのとか、あとはこういうところにも大事なところっていうのはすごい集中力を持って、で絵の具がこうしっかりこう、もうこの辺はもうだいぶ厚く塗ってあります、塗ってきていますので、そういうところもなんか機会があれば本物を見ていただければと思います。ちょっと暗い中にある葉っぱみたいなのもやっぱり描いて密度を上げて最終的には完成といたしました。まあちょっとこう本物をもまた見ていただいたら、あ、こんな風に絵の具のバリエーションがあるんやなとかっていうのも参考になるんじゃないかなという風に思います。最後はサインをキュッキュッキュッと入れまして、完成といたしました。本日もご視聴ありがとうございました。こんな感じですよ、部分ですけどね、こんな感じですよ。ありがとうございました。ぜひですね、機会があれば朝本物を見ていただければと思います。完成です。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか。毛先、筆の毛先にね、絵の具をこうつけて、こうやってチュ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 ってやっていくと、こういう複雑な表情、マチエルっていうのがつけれますので、皆様も少し工夫してみたりすると、こんな風にフューってできますので、ぜひ、チャレンジしてみてください。絵を描く幅とかっていうのはぐっと広がりますので、ぜひ頑張ってみてください。勉強してみてください。それではまた。はい、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってますよろしくお願いします。ではでは。